はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃介です。今日は第34回 UHFCB オンエアミーティングということで、愛知県最高峰の茶臼山がある茶臼山高原にやってきました。どうですか、この2018年シーズンの UHFCB オンエアミーティングのラストを飾るにふさわしい、この桃介らしい天気。違う、桃介に似合わないこの悪天候。ほんとね、まあ晴れ男なんですけど、こういうこともありますよね。はい、今日はね、ちょっと春の嵐っていう感じで、すごい風吹いてるし、まあ寒冷前線が通過していったのかな、気温だいぶ、下がってます。はい、まあこんな天気なんですが、平地の方はね、もう天気が回復してきてるみたいなんで、まあ僕だけちょっと行けませんでしたってわけにいかないんで、ちょ上の方までね行ってみたいと思います。そういえば思うと、今シーズンの最初、2011月に鈴鹿で僕がキー局運用した時もなんか雪だったね。うん、まあ気のせいですかね。はい、ということで特定省電力トランシーバー、今日は運用の方を楽しんでいきたいと思います。はい、いやここはね、今ね風がしのげる場所だからいいんだけど、山頂どうかな、風がビュービュー吹いてるとちょっとやばいなと。ここはですね、スキー場茶臼山高原のね駐車場から、まあ、歩いて30分ぐらいかなで上がっていける場所なんで、手軽に来れる場所かなというふうに思います。いやそれにしてもね、誰もいないよ。こっからこの、まあ、ちょっと高原的な公園的な場所からこう登山道にね入ってきます。これトラップでしょあのこれ階段状にもともとなってたんだよね。だけどこう土が流れてしまいまして、もうハードルのようになっております。はい大変だわこれ。おっとっとっと、あ、これはちょっとあんまり風ここ吹いてないな、良さそうです。はい、茶臼山山頂1415メートルです。ここが愛知県側の山頂展望台になりますね。見てください、この素晴らしい景色。いや心のね、綺麗なあなたなら素晴らしい景色が見えてるはずです。はい。ということで、10分前。はい。基局運用の準備したいと思います。はい。それでは、特徴レジャー5チャンネル、第34回 UHFCB オンエアミーティングの基局運用を開始したいと思います。本日の基局は長岡 HR420、 移動地は愛知県北設楽郡豊根村茶臼山山頂になります。このイベントは特定省電力トランシーバーで電波を出せる方であればどなたでもご参加いただけます。冬場のライセンスフリーラジオを盛り上げようと、あと特定省電力トランシーバーでの更新の機会を増やそうということで、11月から4月までの、6ヶ月間、開催をしております。本日は2018年シーズンのラストとなります。
はい、それではチェックイン受け付けたいと思います。こちらは第34回 UHFCB オンエアミーティング、キー局長岡 HR420、雨の降る、周りがガスで何も見えない茶臼山からです。受信します、どうぞ。はい、各局ありがとうございます。3局ピックアップです。岐阜 WH468 局、愛知 AR23 局、浜松 HM21 局さん、順番にお呼びいたします。岐阜 MH、ごめんなさい、 WH468 局、こちらは長岡 HR420 です。メリット5で愛知県北設楽郡豊根村に入管です、どうぞ。はい、了解しました。長岡 HR420 番客さん、こちら岐阜ウイスキーホテル468です。ピックアップありがとうございます。こちらの運用時、岐阜県土岐市三国山山頂になります。メリット5、メリット5で入管しております。こちらも曇って雨が降ってて何も見えない状態です。お返しします、どうぞ。はい、ありがとうございました。このままマイクをお預かりします。愛知 AR23 局いらっしゃいましたか、どうぞ。はい、こちら AI1 アルファロメオ23、長岡 HR420 さん、聞こえますか、どうぞ。はい、了解です。愛知アルファロメオ23、こちらは長岡 HR420、愛知県豊根村茶臼山山頂です。メリット5で入管してます、どうぞ。長岡ホテルロメオ420、こちら愛知アルファロメオ23、はじめましてです、こんにちは。こちらは岐阜県鏡ヶ原市車の森展望台からです。こちらからもメリット5をお送りします、どうぞ。了解です。三重 AC129、 こちらは長岡 HR420 です、どうぞ。ですね、三重 AC129、 こちらは長岡 HR420、 ちょっとピンポイントです、ピンポイントです、厳しいです。三重 AC129、 こちらは長岡 HR420、 取れますか、どうぞ。了解です。四日市からメリット5、了解です。メリット5了解です。今この位置でメリット5、位置合わせました。この位置でメリット5です、どうぞ。ありがとうございました。さらにチェックイン局ございますか。こちらは第34回 UHFCBOA ミーティングです。受信します。
ないでしょうか。なければ終わりたいと思いますが、僕も寒いです、雨は止みましたが、今日は本当に4月と思えないぐらい寒いです、さらにチェックイン曲あったら、まだ、やらなきゃいけないんですが、そろそろ帰りたいなと思い始めている桃助でございます。チェックイン曲ございますか。第34回 UHFCB オンエアミーティングです。受信します。ないでしょうか。いらっしゃったら遠慮なくコールしてください。こちらは第34回 UHFCB オンエアミーティングです。最終確認になります。受信します。静岡デルタウイスキー33、静岡 DW33。トリオを狙っていたんでしょうか。静岡 DW33、 こちらは長岡 HR420 メリット5です。どうぞ。狙ってたわけじゃないですね。ずっと息を潜めてたわけじゃなくて、今いらっしゃったということで了解です。静岡 DW33 三ヶ日町移動、こちら長岡 HR420 メリット5で茶臼山山頂です。どうぞ。山移動の方、亀山市野々堀山移動の方、再度コールください。こちらは第34回 UHFCB オンエアミーティングです。野々堀山移動の方、再度コールください。どうぞ。長岡 HR420 こちら三重 SP417、 三重キアラータウン417、三重県亀山市野々堀山移動、三重県亀山市野々堀山移動、ということで、ということでですよ、第34回 UHFCB オンエアミーティング無事終わりました。チェックインありがとうございました。ちょっと何これともさ、ログ帳がすごいことになっております。これは果たして帰ってからログ帳が読めるのでしょうかという状態になってってますね。はい、今回のですね、移動中はやっぱり最初に告知の時にも言ったように、こう山があって、山のそのまた山の山奥の山みたいな、何言ってんの俺、山みたいな場所なんですね。まあ、愛知県で一番高い場所とは言っても、こう周りに山がいっぱいあるところなので、こうね、あのすっごいいろんなところにどこでも飛んでるっていう感じではなかったみたいですね。はい、最後の2つ、静岡 DW33 局と三重 ST417 局は最初行ったところで聞こえなくて、こういろいろ多分移動してくれたんでしょうね。それでやっと聞こえるとこ見つけてチェックインしてくれたっていう感じでしたね。かと思うと浜松市の天竜川の河口で普通に聞こえてたみたいなんで、まあそれが面白いよね、特徴って。これはね、あの出力が小さいからだと思うんですよね。430MHz とかで運用した場合はやっぱ出力がある程度出ているので、まあ、パワーでね、ある程度いろんなところに反射して、どこにでも飛んでいってしまうっていうのがあるんですけども、 10mW だからこそこのシビアな、見えてるはずなのに聞こえないみたいなね、ことが起こるのかなと。あと近いのに聞こえないとかね、まあ、これが面白いとこですよね。だからね、やっぱ特徴ね、好きなんですよね。はい、ということで、UHFCB ミーティング2018シーズンは今回でラストになりますが、またね、これから夏は市民ラジオガンガン楽しんで、またね、秋冬には特徴ね、2019シーズンになるのかな、今度、楽しみたいと思います。まあもちろんね、夏は全く運用しないというわけではなくて、またゴールデンウィーク一斉親でとかもありますしね、特徴も
いろんなところでね、運用していきたいと思います。あ、ダクトだね。これから特殊ダクトとかね、その辺が面白くなってくる時期じゃないでしょうか。ラジオダクトなんかも久しぶりにまたチャレンジしたいですね。ということで、皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。以上、長岡 HR420、桃助でした。バイバイ。